やっていきましょうか。バイオハザード6ラストチャプターですね、映画編。いやー、ここまでなんてことができたんですね。まあ、チャプター5の映画編はね、ぶっちゃけね、もうバイオ要素全くなくて、なんかもうね、コンバットなんとかだったかな、なんとかコンバットだったかな、なんかそんな感じなんですよね。もうエイダとゾンビがね、直接対決するっていうことがほぼ確かなかった気がするんですよ。うん。直接対決じゃなくて、なんかヘリの上から悠々的にこっちにダメージも与えられずにね、わーいろいろ大変でございましゅーっていうことでね。ただね、やる事前に、今回ね、まあ、エンブレルをぶっ潰すの旅だから、まあ、そういうのをね、やっていこうかなと思って、いろいろ喋ってたら、いや、これ普通にプレイしてたら、一生エンブレムたどり着けないなっていうような、なんか、すごい隠し要素的なところにあったから、そこら辺をね、まあ、ちゃんとね、きちんとね、ぶち壊してやっていこうかなというところでございます。まあ、これが終わったらね、もう皆さんとね、最後のね、エイダ姉さんのね、キャッキャウフフのアーカイブと、まあ、それからフィギュアをね、眺めながらね、もう鼻の下とね、鼻の下を伸ばしてね、で、男性の皆さんはね、ふうなところを伸ばしてですね、うん、やっていけたらなというところでございますんで、最後までお付き合いください。うん、さあ。そうなんですよ。もうね、この時点でね、もう全くね、ダメージを受ける要素がないということで、一発目ね。はい、もう一発目もね、これね、ズームインしないとね、敵をね、見るか、敵じゃねえ、エンブレム見ることができないって、もうその時点でなかなかな鬼畜仕様になってるっていうね。はい。で、まあ、いろいろと絡まれてるんですけど、まあ、没合主義ということで、これでいくらバコ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 打ったところで、まあ、ありがたいことに、レオンと、ヘレナもダメージを食らうこともないで、そんな絡んで、うわ、いいな、あのゾンビ。やっぱりね、あのね、体型がちょっとおばちゃん臭かったとしてもね、やっぱりね、おっぱいって世界を救うからさ、やっぱおっぱいのために飛び込むっていうのはね、もうね、あれだよ、正義ですよ。でよいしょよいしょよいしょ、OKOKOK。で、他にはまだいるかい？そろそろ、進まないか、そこのエージェントお二人さんよ。お二人さんよ、進まないのかい？まだ進む気がないみたいでございますね。うん、よいしょ。あとは自力でなんとかしてね、お二人さん。そうなんですよね。お二人さんよ。さあ。ということで、なんか突如始まるコンバットマグナムだっけ？コンバットマグナムだったっけ？なんかちょっと名前いろいろ忘れちゃったんだよね。うん。まあいろいろあって、僕は飛行機系のゲームはスターウォーズしかやったことがないからで、まあ完全に地上戦だけどね。地上？空中戦か。地上はおかしいよね。ということで、なんか目の前を飛んでる奴らがいるんですけど、まあこいつらなんかにね、私のミサイルちゃんをぶっ放せるのそんなもったいないことはできないですからね。ミサイルちゃん、ふる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 、さよならバイバイ。俺はこいつと旅に出る。さあ次来るんだっけ。さあ何体来るかな。キャ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 。さあご相手して三仕上げましょう。まっちょいしょ。来る。すっげえロケラン撃ってきてるけどな。こんな街中でロケラン撃つっていうね。しかしまあ街の作りが非常に似通ってるよね。そこら辺であれだよね。まあ何でもいいや。すぐ必死だわ。なんか近づけたいね。何かしらがいるのかしら。これカーラが操ってんのか。でもカーラ本人が死んだ後の、指令系統とかどうなってるんだろうね。ほら、バイオ RE4 なんか、RE4 っていうか、まあ、バイオ4もだけどさ、サドラが死んでさ、なんか、急に、プラーガーに侵された人たち、ガナードたちがさ、うげーって、あ、立派、ご立派、本当にご立派、私のにも、ああいうのをやっておる、本当ご立派ね。さあということで、正面突破、ダダ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 一発が。なんかこれあれだな、確か一周目の時に、なんか余裕で2、3回死んじゃなく、死ななかったっけ、ここで。なんかそんな記憶がしてきた。見かけ倒しだったわね、って。なかなかギリギリだったけど大丈夫か。そんな余裕ぶっこいてるけどさ。意外とこうあれだよね、エイダって余裕ぶっこくけど、なかなかピンチに陥るケースって結構あるよね。さーて、やっていこうか。で、残りは？ああ、一気にこのシーンに飛ぶのか。もうほんとなんか、エイダ、このチャプター5のバイオらしさってどこみたいな、そんな感じで。あ、おっぱい。画面左側に注目すると、おっぱいめっけ。でん、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 
Back for more. ね、皆さんがなんか出会ったことのあるしつこい男とかってどんなの？男に限らず女でもいいけどさ、なんかあの最近読んだ漫画で、あのこういうのがいいっていう漫画だったかな、確かそんなタイトルがあって、なんか第1話でとんでもなくあのしつこい男と女のそれぞれ彼氏と彼女がいるっていう主人公が出てくるんだけど、なんか私のどんなところがいいって5つ答えてあげたら許してあげるわとかさ、あの女の子が変なことを言っちゃダメだよとかそんなこと言ってくるけど、多分シモンズもそういう系男子だよね、うん、女はこうあるべきだとかさ、あのこんなことを言っちゃいけないよとかさ、お前は俺にこうやって尽くすんだぬわーとかってなってるけど、うん、そんなもん自由じゃんね、尽くしたかったら尽くしたいと思うしさ、尽くしたくなかったら尽くしたくないってなるから、うん、そうなんだよ。特にね、そう思われないような関係性だっていうことに気づけっていう話で、なんで相手に求めて、自分で何とかしろよって。なんで俺はこんな急に熱くなってんだ。そう。だって、相手のためをね、思って、なんかいろいろしてあげたいなって思ったら、自然とそうなるはずなんですよ。そうなってないってことは、自分の、あの日頃の行いとかね、あの立ち居振る舞いとかね、あの関わり方とか、声のかけ方とか、いろいろ加味してた結果、あなたにはそれだけの私の価値をかけるか、あのかける価値もないわよって思われてるっていうことをね、あの自覚したまえっていうね、うん、まあ、最近あの恋愛相談なんかももらってね、あのそれも男からもらったからね、あの後輩だったからちょっと手厳しく教えたらね、あのもうあのグーの根も出ないほど納得しましたとかって言ってくれたからよかったけど、まあ僕それで多分嫌われたなって、この子からは多分二度と恋愛系というか、まああのあのプライベートを含めて関わってもらえないだろうなってケチョンケチョンに言っちゃったからもうあれなんだけど、あ、来た、早っ。これやっぱあれだね、エイダ編の方だとなんかいろいろ、でもエイダの方にもなんか私ここの恐竜がなんかあのブロンバスターとかっていうのビヨーンって飛んでくるよみたいな、そんなノリがあったかと思うんだけど、そうでもないのかな。ドゥン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 、無事だったのねー。まあ無事かどうかで言うと、まあ、無事か、この後無事じゃなくなっちゃうけどね。この置いてかれてるか半端ないよね。この時にダメージって一応打ってはいるけど蓄積されていくのかな、この最後のウォー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 、この最後のこの後のなんていうの、最後の戦いの時にダメージが蓄積されてるとか、そういうオチなのかな。うん、まあね、でも恐竜になれるならなってみたいなとか人のこと思ったりするけどねえ、あれどこに、はい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 、走る恐竜たちはドゥンドゥン。ちなみになんか最近あの恐竜のなんか作品を、いや恐竜のなんかあのジュラシックパークの裏話的なのを見たりとかさするんだけどさ、僕恐竜も結構好きで見てたりするけど、ティラノサウルスってなんかいろんな学説があって、時速40キロで走るって言われてたりとか、時速12、3キロでしか走ることができないとかって言われて、時速12、3キロってことはフルマラソンを走るとやっぱ3時間半から4時間以上かかるようなくらいのあのあれだから、普通に考えるとね、ってことはそんな大した速さじゃないよとかね、人間が走って逃げれるみたいな、時速40キロだったらもうボルトが全速力で走ってギリギリ勝てるかくらいのスピードだから、まあ無理みたいな、そんなことは言われたりとかするんですけど、うん、ってことを考えると、まあ、もしその後者のその走るのが遅かった説があったとしたら、残念ながらあのいろんな恐竜を追いかけてもティラノサウルス自体が追いつけねえよ、残念でしたまた聞いてねみたいな状態になっちゃうから、ってなるとあれなんですよね、ハイエナみたいにもうすでに死んだ恐竜を食べていたんじゃないかってこともあったりするらしいですよね。まあ、でも実はそうでもなくて、あのちゃんとそのティラノサウルスって実は最強の恐竜だってまあ言われてるっていうのは言われてるって、まあ、みんなもね結構知ってる人多いと思うんですけど、なんでかっていうと、その大抵の恐竜っていうのは今言ったように12キロとかそういう遅いスピードでしか、まあ、ほぼ歩くくらいの速度でしか走ることができましぇんみたいな感じなんですけど、ティラノサウルスの場合ってそのサイズ、全長15メートルくらいのサイズになるまでに小さいと状態からどんどん進化を得て大きくなってきた恐竜って言われてるわけさ。だから小さい時の恐竜だとその走ることもできるから、その走るような体を保ったまま巨大化したって言われてるような説もあったりするんだよね。だそうなったらあの当然ながら40キロを出すけど、ウェイ汚い口臭がくせ、ブウェイ
っていうこともあるから、それだとしたら、まあ、おそらく、ティラノサウルスが走ることができたんじゃないか、みたいな、まあ、いろんな説があったりするんですよね。まあ、実際はね、骨からのあくまでね、推測になっちゃうから、ちなみに昔はね、それこそ1930年代とか40年代にディズニーとか、とある映画会社とかで、描かれてたティラノサウルスって、まさにゴジラみたいな見た目だったんですよ。尻尾が地面についてそれを引きずりながら歩くみたいなね。でもそれだと、頭が下に下がらないっていう、ことがあったから、今みたいな恐竜の、今この目の前にいるシモンズちゃんみたいな、その尻尾と、頭を水平にすることで、うまくバランスを保って危ないです投げてくるだすーなんだ、叩きつけるが、ただの叩きつける、ノーマル技の、大して強くもないのになぜか威力が低い技だ。威力じゃねえや。命中率が低い技なんだよな。あれなんでなんだろうね。叩きつけるだけずっと不遇な技だよね。んなことどうでもいいんだ、いつの間にか恐竜のこと語ってたら終わったんだな。さあ、うわー、バブチーン。あれだね、エイダちゃんがあれね、その明るいところで私の体を見るなんて、そんな、いやでもなんか、エイダとかさ、なんかさ、普通にさ、バスタオル1枚で部屋で待ってて、で、男が来たら、やっと来たのね、念入りに洗ったかしらとか言いながらさ、ソファーからさ、足組んでさ、そんでゆっくり立ち上がって、で、ソファーはだけて、で、ベッドに押し倒すみたいな、そんな感じがしそうだけどね。だからみんなイメージばっかりね。ハッピーハッピー、助けてよー。わー、こんなあれなんだね、上空まで普通にゾンビがして、これはゾンビが登ってきたのかな、それとも煙がここまで上がってきて、おー助けてー、でゾンビだけを殺すことができる、ご都合主義でございます。なんとか助かったかな。じゃああとは自分たちでなんとかしてけろ。Help me、 後ろ、なんかレオン編でも見たぞ、志村後ろーみたいな状態で、ね、あー出た、ダイナマイト。ダイナマイトはね、危ないっすよね。さあ、エンブレムをあと1個割れた。ごめんなさい、下にいた人。うえ、体こんだけ貫かれてもギリギリ生きてんだもんな。あいつ生きてねえよ。I hope they've got insurance. まあそうね、いや、避雷針はね、結局最終的に必要になるからよかったかなと思って、ね、really、 はい、まあ、サービス、この人な、お姉様、サービスなんて、そんな、あは、あれ、ちなみに、こいつら今からダダ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 できてるけど、ヘリコプターの体力大丈夫だって。ヘリコプターの体力って言い方おかしいけど、なんて言ったらいいんだろうな。ヘリコプターの、ああ、めっちゃフルになってる。あれ、いつの間に回復したの、誰かがあれかな、R2D2 が回復してくれたのかな。昔、スターウォーズのゲームキューブのやつで、機体が損傷を受けまくった後に、R2D2、タイミングか R2D2 のコマンドを押すことが成功したら、機体の、損傷が全部チャラになるっていう能力があったけどね。これで終わりかな？あれ？まだいる？ああ、終わった。よし！じゃあ、一旦区切りがいいところまで来たのかな？うん。ようやく着陸することができたんで、いや、長いね。15分くらいかな。ずっとヘリに乗ってたけどね。お尻痛くなりそう。はい。まあ、そんなこんなで、無事来ることができやしたんで、一旦この辺りでね、終了とさせていただきたいというふうに思います。ね、すでにこれでね、ガソリン使っちゃってるから、普通に考えるとこのままアメリカに帰るなんてことできないと思うんですけどね。まあ、そんなことも気にしないでおきましょう。まあ、二人ならどれがなるでしょう。はい。じゃあね、次回パートでエイダ編終わらせていきたいというふうに思いますんで、最後までご視聴どうぞよろしく。チャンネル登録ボタン、グッドボタンも押して、明日お楽しみください。ではまた次回パートでお会いしましょう。さよなら。バイバイ。